中浦おばさんまで。よし、頑張っていきましょうか。まあ、安定のグラディオンでいけるはずでしょう。よいしょ。まあ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 、いい感じに持っていってるね。ここは当たらないか。オッケーオッケー。まずは、カウラおばさんの技の種類を見たいですね。多分2、3種類ぐらいだと思うんだけど、どうなのかな。ビッグスノー、これは正面にいなければ大丈夫。おい、あ、まだ当たっちゃった。まあ、乱発はよろしくないけど、とりあえず半分ぐらいまでは持っていこうか。ちょっと、この位置、この位置見えにくい。オリバー視点みたいな。そんな感じかな。とりあえず半分いったので、あとはコツコツ頑張っていこうかな。お、いいですね。よし、この調子で頑張っていきましょう。で、おそらく第一形態だけではないと思うので、なんもない、なんもない。なんか来るって思ったんだけど、今。おそらく第二形態みたいなやつも、あるような気がするので、MP は、まあ、この辺までにして、あとは温存しようかなと思います。うわぁ、やっちゃった。さっきからめっちゃナイス取れるんだけど、後ろから攻撃すると。いけるぞ、いけるぞ、全然いける。あー、ちょっといけなかったか、今回は。もうちょっとでいけますね。オッケーオッケー。まあ、備えておいて、ラースは回復させようかな。で、あとはいけるでしょう。よいしょ。はい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 。倒して、倒して、倒して。オッケー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 。やっぱ第二形態ありそうですね、これは。立ったー。立ったー。お決まりのパターン。なんちゅう迫力やー、オリバーが。超重量級の攻撃に気をつけるんや。しかし、あの重さ半端ないやな。半端ない。半端やないな。まあ、要はヘビーウェイトですね。オッケーオッケー。しまったー。しまったー。ガードしてない。硬直しちゃったー。まずいな。やられる、やられる。ラスさんがやられる。まあ、要は、あれですよね。ヘビーウェイトが当たるかどうか。オッケー、来た来た。案外いけるぞ、これがもしハマればだけど。よし、今かな。今じゃないね、こっちじゃないね。ヘビーウェイトを打つ、お願い。オッケー。結構ね、頻繁に成功してくれるんですよね、ヘビーウェイトが。で、うまくうまく、カウンター貼れればラッキー。あー、貼れない。貼れた。オッケーオッケー、貼れた貼れた貼れた。噂キャンセルがうまくいった、今。やばいな。ホワイトブレスは大丈夫。今のうちに後ろから攻撃。注意すべきものは、あれだけなんで、あの、ヒップドロップ。ヒップドロップ以外は大丈夫です。オリバー君自身で良ければ何も問題ないので、ホワイトブレスは後ろに回り込める。かえってチャンスみたいなものなんで。優勝。やばい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 。
ヒップドロップは守る必要があります。硬直しちゃうので絶対ガードね。これはこの辺にあるよね、2つぐらい。 OKOK で、隙を見計らって攻撃を当てていきたい。ヒップドロップは守る。コーヒーはもう使わないようにしていきたいです。このバトルは使いたくないな、やばいな。よいしょ、ヘビーウェイトいける？当たる？お願いします。よし、勝ちましたね。オッケー、あとは攻めるだけだ。よいしょあと一発だったんだね、あと一発だったんだね。よし、なんとか勝てましたね。よかったよかった。アイテムもなんかいろいろと買えそうですね。2万ゴールド乗ってきたんで。アイスフォール、アイスフォール、横範囲に氷ダメージか。そうかそうか。シャボンブロー消そうか。まあ、この辺は多分何もないよね。今ならあの水晶も壊せるよ。うん、クリスタルを壊すの。うん、もうじゃないよ。可愛らしいお嬢ちゃんだこと。あ、そうか。ラース推しだったよね、カウラおばさん。あ、クランさん。うん、飛行艇に戻ろう。あとは防具帝国だけかな。これで残すはあと一国やな。しかし何度見てもびっくりする。やっぱこの子の力は本物やで。で、なんかまたお花みたいなやつ持ってるよね。マジックマスターにすら乗っていない魔法、フォーリー。あるよ。やっぱそれのことだよね。いつの間に。さすがココルちゃん、できる子。うん、ちょっと見せてくれるかな。ねえ、オムス聞いて。評議会がやってること、あれは正しいの？騎士団長さんがね、話してるの私聞いちゃったの。今の王国は最悪だ。民は貧しさと飢えに苦しみ、町のあちこちで人々が生き絶えてるって。ねえ、評議会の言ってることと違うのはどうして？どっちが本当のことなの？教えて、オムス。困りましたなあ。女王があのようにやる気を出されてしまうと、この国がすでに私たちの手に落ちているということ、それも民に知られかねないわね。女王の議会への参加、その程度許してやろうではないか。あのような無知な小娘、これまで通り騙し続ければよいだけのこと。ふん、責任はすべて女王に押し付けたままでな。ええ、それがよろしいですな。あくまで生かさず殺さず。
ということでございますな。お父様、お喜びください。本日評議会が決定してくださったのです。私を王政に参加させてくださると。これで私もこの国のために働くことができます。私は今までの自分を反省しています。民のことを第一に考え、貧困と争いを根絶することに努めたいのです。お父様、古の魔法には人々を苦しみから救い、夢を叶えるものがあると聞きます。見ていてください。お父様、人々に希望をもたらす伝説の魔法、私はそれを必ず得してみせますから。この王国の多くの民に希望の光をもたらすために。うわー、なんかいろいろと分かってきちゃいましたね。ある程度は察しはついてきたんだけど、もしかしてこのココルちゃんって、うん、今ここでいろいろ言っててもね、それにもう一個お花があるはずだと思うので、まあそれからですね。ということで、約束の花を手に入れました。さあ、ということで、相変わらずのこのピンチなんだけど、次は防具かな、行きましょうか。防具帝国。うわー、ここもこんな感じになっちゃってんだね。一刻も早く行きましょうか。ちなみに入れるのかな、気になったんだけど。あ、入れた。だよね、さすがに普通にやってないよね、今まで通り。なんかやってたらやってたで、いろいろとびっくりするんだけど。だよね。なんだろう、やってなくて安心しちゃう自分がいるから、なんか嫌なんだけど。うわ、ここ固まってるな。固まってるな。よし。では行きましょうか。なんだかんだ言って、またちょっと戦ってきました。マルとラースがもうちょっとでレベルが上がったので、53と51にしておきました。そのくらいです。ほら、ここにあるよ。よりにもよってこことはな。せやけど、おい、何か思い出す展開やで。見てみー、イベリコーグ Z、 我が防具帝国の最新兵器です。メガまで魔物になってんのがどういう仕組みだよ。わかりません。でもこれなら思いっきり戦えるよね。確かイベリコーグ Z と戦った時は、このサニャニャがフル回転してくれたんだよね。でも今召喚魔法があるから、ちょっと召喚のスパークを使ってみようかなと。クラゲールさん、うい、どうだろう。おお、なかなかダメージ通りますね。よし、あんまダメージないかな。ちゃんとガードすれば今回は
大丈夫そう。お前が取るのかい。大旋風、あ、いいんじゃない、風属性で。おいいんじゃない。566、もう以前と戦った戦車とは全然違うぞ。とはいえあいつも機械やから弱点は同じはずや。雷の効果の技で戦うんや。もう大技2発ぐらい当ててますけど。しずくさん、あとね、あと30秒ぐらい早くね、それ言ってたらね、めっちゃかっこよかったよ。まあ遠慮なくいっちゃいましょうか。でもおそらく第二形態が今回もありますよね。お、いいんじゃないの。お、来てるね、来てる来てる。できたらラースに取ってほしいな、これちょっと厳しいかな。でも2つあるね。オッケーオッケー。かまいたち先に打ってもらって、かまいたちじゃないか、ビーストシャウトか。いいよいいよ。おい、いっぱい出てんだけど。ちょっと待って、金の黄金ソウルがたくさん出てるんだけど。お祭りじゃないですか。え、ちょっと待って、今何が起こった。え、今軽くバグってなかった。オリバーいなくなってなかった今。大丈夫、だよね、投げるよね今。あれ、俺のなんか見逃しみたいな感じかな。じゃあなんかオリバーが消えたように見えたんだけど今。え、気のせい。よいしょ、放水の特技を打たせる時間もあげないというね、この何かなんですけど。当てる、来い。オッケー、全然問題ないですね。じゃあもう一丁スパーク。第二形態あると思うんだけど、第二形態も弱点は変わらないかな。よし、どうだ。いただきました、いただきました。でも黄金ソウルは出ないか、まあ、そこは仕方ないですね。攻めよう。ほいほいほい、頼む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 。え、ちょっと待って、回復してない。え、ちょっと待って、回復したよね今。そんなことがあっていいというのか、そんなことがあっていいというのか。え、回復したよね今、すごい勢いで体力増えてったよね。え、これが第2形態の扱いでいいのかな。まあ今まで通りに当てていきます。おい、スーパーク、よいしょ。え、第二形態だよねこれ、今第二形態だよね、わかんないけど。やっぱやばい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 、焦ったな今、寄ってしまったな。サニャニャを解禁させますか、バチショック。えい、よし、オッケーオッケー。で、これを取りに行こう、これを取りに行こう。金ちゃん走り、銀ちゃん走り、まるで金ちゃん走りのような、そういうこと言うから、そういうこと言ってるから。ありがたい、回復めっちゃありがたかった。よし。
いけそうですね。あとはサニャニャで大丈夫だろう。バッチショック、ういー、オッケー。まあ、今回は弱点があるだけまだありがたかったですね。よかったよかった。スティールパーツ、相変わらずレベルどんどん上がってくな。コクロさん、あの魔法を。これで多分帝国のみんなも元に戻ったんだよね。うん、こっから先は皇帝陛下の出番だな。そうだよね、みんな覚えてないからね。さあ、ということで新しい合成レシピを手に入れました。約束か。うん、とりあえず飛行艇にまずは戻りましょう。皆さん、これで灰に侵された三国はすべて救うことができました。よかったね。でも本当に、でもココロちゃん、ココロちゃんスタンバイ中なんだけど。うん、早いとこ黒幕を探して懲らしめなあかん。うん、自分のせいで灰が降ったとも言った。そうですよね。そう考えると結構いろいろと今考えてることがつながってきちゃうんだけど、あんま想像したくないよな。まあでも今言えることは本当この通りだよね。ココルちゃんが全ての鍵を握ってる。しかし、おそらく次は、うん、とりあえず見てみましょうか。これはどういうこと？民が、王国の民が、なぜ、どうしてなの？聖杯は人々を救うはず。なのに、どうして、どうして？私の名はレイナス、モーヤの女王。幼い日にはココルと呼ばれていました。その頃はお父様と共に何不自由ない暮らしをしていました。でもお父様が亡くなり、私が女王レイナスとなってから悲劇は次第に近づいてきたのです。何も知らなかった私は12人の評議会に全てを任せました。しかし評議会は民のことなど何も考えていませんでした。平和だと思っていたこのモーヤの王国は貧困にあえぎ、争う多くの民であふれ返っていたのです。私は知りました、人々が貧しさに苦しんでいること、人々が争い殺し合っていること、そして私が彼らが決して得られぬ幸福な暮らしに溺れていたこと、私は心を改めました。人々のために尽くし、争いをなくそうと努めたのです。
そして私はたどり着きました。世界を救うとされる伝説の魔法聖杯に。私は迷うことなく聖杯を使いました。この聖杯が人々の心を清めてくれるに違いないと。でも私の夢は悪夢へと変わったのです。聖杯に触れた人々が魔物となり殺し合う悪夢は何年も続きました。気の遠くなるくらい何年も何年も。気がつくと私の周りには誰もいませんでした。あの評議会の人たちも騎士団の人たちも王宮の侍女たちもみんなみんな私の作った聖杯のせいで死んでしまったんです。私は今一人ぼっち。でも私は死ぬことすら許されない。いずれ私は私でなくなるかもしれない。だからこの花に私の思いを託します。この花を手にしたあなた、あなたが私のもとにたどり着いてくれることを願っています。それまで私は待ち続けます。この坊やの地で。